F スターフィーは、ロシア海軍の全土級戦艦。F スターフィー級。飛行式が行われたのは1904年11月23日で、あったが、F スターフィーの建造はそれより、前の1904年7月13日に開始された。1906年11月3日浸水。1911年5月28日竣工1911年10月。 ルーマニアのコンスタンツァ沖で座礁した。ただ、損傷は警備であった。第一次世界大戦の最初の1年ほど、国会艦隊で最新鋭の戦艦であったエフスターフィーは、国会艦隊の司令官、アンドレイ・ベルガール途中上の機関であった。1914年11月2日に、ロシアがオスマン帝国に戦線布告してから2週間後の11月15日、 戦艦 F スターフィー、ヨアンズ・ラトウースト、パンテレーモン、ロスティスラブ、トリースブヤ・チー・チェリア、巡洋艦3隻、駆逐艦3隻と水雷艇11隻からなる、国海艦隊が出撃しトラブゾーン砲撃に向かった。艦隊は11月17日朝に砲撃を行い、それから、アナトリア沿岸で、オスマン帝国の船舶を攻撃しようとして西へ向かい、17日午後、遅くに、 セバストポリへ向かった。翌日、オスマン帝国の巡洋戦艦、ヤウズスルタンセリム、巡洋艦、ミディッリと遭遇し、サール1岬の海戦が発生した。エフスターフィーは、最初の戦車で、ヤウズスルタンセリムに命中弾を与えたが、エフスターフィーム5度命中弾を受けた。ただし、うち一発は不発だった。 この回線で F スターフィーでは34人が死亡し24人が負傷した。F スターフィーは12インチ砲弾を12から16発、8インチ砲弾を14発、6インチ砲弾を19発発射した。回線後、装甲板をいくつか取り替える必要が生じた。ドビエナザットアポストロフからそれを調達し、修理は11月29日までに完了した。 1915年1月9日、国会東部での任務からの帰島途中のオスマン帝国巡洋艦、ミディッリ及びハミリエがロシア艦隊と出会った。ミディッリの砲撃がエフスターフィーの全部砲塔に命中し、一時的に使用不能となった。2隻の巡洋艦は遊足を生かして逃走した。エフスターフィーとヨアンズ・ラトウーストは、 1915年3月18日から5月9日に間に何度か実行されたボスポラス砲撃作戦に支援部隊として参加した。最初の2度の砲撃の際は何事もなかったが5月9日に砲撃の際は反応があった。ロシアの戦艦は駆逐艦ヌムネーハミエトに発見されヤウズスルタンセリムと戦闘になった。最初は両軍とも命中弾は得られなかった。 途中で、パンテレーモンと鳥居、スブヤチー・チェリャが戦闘に加わった。パンテレーモンは、ヤウズ・スル・タンセリムに二度命中弾を与え、ヤウズ・スル・タンセリムは逃走した。エベルガールトは、ヤウズ・スル・タンセリム追跡を試みたが、不成功に終わった。1915年10月、イオアン・ズ・ラトウーストとパンテレーモンがゾングルダクを砲撃し、エフ・スター・フィーがコズルを砲撃した。 1916年5月、F スターフー級2隻はバルナ砲撃に参加した。1918年3月、F スターフィートヨアンズラトウーストはセバストポリで予備役となった。5月、2隻はドイツにより捕獲された。12月には連合王国の手に渡った。イギリスはクリミア半島から撤退する際、 ボリシェビキにより使用されるのを防ぐため1919 19年4月22日から24日に領間の機関を破壊した。ロシア内戦中領勢力に捕獲されたが、1920年11月に白軍がクリミア半島から撤退する際に放棄された。1921年7月6日、エフスターフィーはリボルザイアと改名された。 1922年から1923年にかけて解体された1925年11月21日除籍。ありがとうございます。